寒いね。寒いですね。もう11月冬ですね。行きましょうか。行きましょう。今日はどちらへ。今日はね、小岩ファンクという、はい、ギターとかベースをリペアしている、はいはいはい、ショップ。なるほど。で、YouTube チャンネルもやっていて、はい、1万2000ぐらい登録がある。結構人気がある。ある。あ、そうなんですね。何しに行くんですか。それは、このギター始めて半年の、あ、ギター、あ、やってるんですね。いや、やってます。ゼッパクさん、ギター始めて半年のこのゼッパクが何を勘違いしたか、はい、その人気チャンネルのリペアマン、はい、リペアマンの方に、はい、僕のギターと、はい、アンプと、はい、そのギターにいろいろ音をいじるエフェクター関係の機材を、はい、一式、はい、いい感じのオーダーしようかと、はい、すごい。半年？半年です。半年ですか？半年です。あ、はい、すごい。なるほど。うちの YouTube、はい、アーティストとかさ、はいはい、あと結構やっぱ音楽、楽器やってる人が結構見てんだよね。はいはいはい。だからなんか結構本当に人気のあるリペア屋さんだから、はいはいはい、そのなんかチャンネルも紹介したかったんで。あ、なるほどなるほどなるほど。なんか参考になればいいんじゃないかなと。はいはいはい。これあるじゃん。ファンク。ファンク。もともと小岩にあったの。だけどなんかいろんな事情で最近国分寺に引っ越してきて、はいはいはい、でもコロナ禍は全部改造してあって、工房見たくなってる。すごい。いいでしょ。いいっすね。わかんないですけど、まだごめんなさい。いいでしょって言われても正直わかんないです。ギター、ベース、タイム、アンプ、リペア、カスタム、コヨファンク。携帯番号とかちょっと怪しいよね。そうですね。闇金みてえだ。あ、どうも。こんにちは。怪しい感じで。そうそうそう。じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。あ、どうも。すいません。はじめまして。はじめまして。よいしょ。こんな感じで。すごい。ギターやファンクおじさんは国分寺駅から徒歩7分の場所にある楽器修理、ハンドメイド機材、中古販売、機材貸し出しのお店である。バンド機材やオーディオなどの音響機材などを何でも修理、依頼主の出したい音を追求し制作するなど、彼らの音に対する探求がミュージシャンたちから反響を呼び、彼らの YouTube を毎回コアなファンたちが心待ちにしている。まあ、今日はあれですよ、お二人に、はい、僕の半年のギター始めた半年の、ね、勘違いした僕に素晴らしい内容をちょっとお出したいなと思ってるんですよ。ほう。アンプとエフェクターとギター、はいはいはい、これでちょっと3つをこれでどうだっていうのをね、聞きたいんですよね。おぉ、一回まず何者かを僕ははい、いい歌なっていう、はい、YouTube の音楽エンターテインメント番組をちょっと関わってやってますね、はい。僕は絶迫って言うんですけど、はい、下に仕事があって、その絶迫が行くというコーナーがあるんですよ、はい、それはまあいろんな音楽に関わる人たちにこう関わって、はい、でいろんなこう面白いことをやっていく、それのまあ一環でちょっと今日はお願いしに来たんですね。で、ケンケンとは僕の親友と、こっちもここは親友で、それを介して4年ぐらい前かな、知り合ったの。そうですね、なんかバーベキュー、バーベキューそうで、なんかいろいろ企画やりたいなと思って、あ、そういえばなんかリペアやってるとか言ってたな、ケンケン。はいはいはい。なんかでも最初にギター作りたいみたいな。そう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 。自分のオリジナルギターを作りたい。はいはいはい、ギター始めて半年もかかる。シグネチャー。そう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 。早っ。もう勘違いしまくっちゃってるんで、僕。そう。まあ形からね、大事ですよね。そうそうそう。大事大事。あと、いくつか自分もギター持っていて、はい、それをちょっと見てほしいと、うん。その原稿とか、はい、ちょっとコンディションどうなのかわからないから見てって。そんなふうにやり取りしてるうちに、ちょっと全体的にオーダーしてなんかこう、うん。だったらちょっとついでなんで、お互いチャンネルあるし、なんかやります。やるみたいな。そんな一般人からのオーダーを受けていただけますでしょうかっていう。ああ、もちろん何でもやるのが。何でもやるのがうちのモットーなので、でも事前にちょっとなんとなくは、はい、電話でっていうか、そのいくつかケンケンと話してたわけです、はい、ギターはこんな感じ、うん、ストラトみたいなのをして、あ、なるほど。でアンプは真空管でみたいな、はいはい、でエフェクターはこうオーバードライブとかみたいな、ちょっと昔のこう
はいはい、クラシックロックまでいかないですけど、はい、ちょっと古いロックの音のエフェクターが欲しいんです。あ、なるほどなるほど。それはまあいくつか話します。もう思い当たる節がね、この辺にいっぱい。まあ、そうですね。そうそう、そうなんですよ。はい、え、まずはどこから。いや、まずはターギー、ターギーの方じゃないですか。ターギー、オーサーですよ。ターギーじゃないですよ、まずは。ターギーのオーサー。ターギー、ターギーのオーサーですね。そうだ。だからストラトね、だからこの、この前の、これとか。はいはい、はい。この辺弾いてもらって。そう、軽くちょっと弾いたんですよ。へぇ。それでちょっとあのギター、いいんじゃないっていう話、これまでちょっとなったんですよね。そうそう、これ。これそう。これ東海なんだけど、まあ、ですよね。うん、で、このギターの説明はもうすでにしてるんですか。うん、いや、してないですね。使用してないですね。ちょっとこれ全く紹介してない。これすごい勧められて、まあ、説明しますか。はい、そうすると説明してお願いします。これが80年製の、うん、81年だっけ。あ、81年だ。81年製の僕らと同じですね。はい、東海の ST50、 うん、ボディがあるだ。まあみんな大好き東海の80年代なんで、うん、うん、だからネックもね、ガッツがあって。そうそうそう、いいっすね、ネックがね、なんかすごい手に合ってるって。うん、ちょ、握った時になんかこう吸い付く感じがあったんですよね。あ、ギター始めて半年ですから。まあフィーリングですからね。そうそう、フィーリングですから。そう、東海のギターってもううちの動画でめちゃめちゃ出るんですよ。はい、うち東海のギターが出ることでなんか視聴者が東海のギターをヤフオクで買いあさる、買いあさって相場がどんどん上がっていってるんだよ。いや、だってなんか視聴者の方の雰囲気、コメントとか見てると、はい、みんなやっぱり結構そのすごいこのチャンネル好きなんだなってなんか見ててわかる。ありがたいことにね、うん。みんなだから結構ギターのことも詳しいし、なんか真剣にこう結構面白おかしく見てる人もたくさんいるんだろうなっていう。そうですね。それはすごくあるかもしれない。あるね。うちのチャンネルのギターだよね。そうね。そんなギターは僕のこと聞いたの。でも今はその東海が人気が出てる。そうなんですよね。もうね、あれなんですよ。あのジョン・メイヤーとかが、はいはい、あのなんか自分のアーティスト心で東海持ってんだよね、スタートキャスターを。あ、そうだ。だから世界的にももう人気上がってて、うん、あ、そうなんだ。だから東海とかグレコとかの、はいはい、まあ、80年代前後のやつは結構そのヤフオクとかでも向こうのバイヤーとか買ったりとかしてるんですよね。そうで、もう eBay とかだともう全然こっちより高くなっちゃってるらしいんですよ。いや、これ物ってどこでどう変化するか分かんないもんすね。いや、ほんとそうなんですよ。いや、すごい、チョイス的にはすごいいいですね、うん、もう本当いい、そう、おすすめらしい。でもここのお店にあるギターを僕いくつか弾かせてもらった中で、はい、だって値段とかほとんど分かってなかったんで、言うほど。それで俺言ったもんね、普通に。いや、これなんかエレキの中で一番これがいいと思ったと思う。あ、これなんか色もいいね、うん、なんかこのちょっと分かれ具合もいいですね、うん、この色の分かる。その中のもうちょっと今のってグラデーション強めだけど、これはすごい綺麗にこうさ、この色この色この色って分かってんじゃん。ああ、スリートーン、スリートーンのこの分かれ方がなんかちょっと昔っぽくていいなみたいな、うん、あ、昔っぽいよね、ちょっと。うん、この分かれ方はすごい好きですね、僕も。今はなんか綺麗すぎるんですよね、グラデーションが。ああ、なるほどね。サンバーストがやっぱ黒からこのカラーにこう変わっていく感じが自然すぎちゃって、なんか、うん、確かに。で、これはなんかもう分かれてますって感じが、なんか昔のギターっぽくていいですね。じゃあこれをまず、そう、ちょっとピックアップも変えていただけるという話ですね、はいはい、音出しておく、音出した方がいいね、うん、ちょっと出してみましょうよ。やっぱ厚みがあるのってやっぱちょっと安心するっていうか、これなんかあのすごいマニアックなポイントではあるんですけど、はい、
そのフェンダーとかであったら、はい、結構歴史的なモデルっていうのはちゃんと歴史に沿ったスペックっていうかデザインなんですけど、はい、これってパッと見たら50年代のモデルなんですよ、うん、あそうなんだ。だけど、うん、その50年代のモデルって3トーンがないないです。なくて2トーンって言って、うん、この真ん中のこの赤がないんですよ。あそうなんだ、はい。でもそれよりもじゃあなんかこうちょっと遊びで、あとこれボディがさっきアルダーって言ってたんですけど、アルダーって生地でもないので、うん、なるほど。要はここわけで言うとオレンジ赤黒みたいな、そうそうそう、これ3色になってますよと。そうこれがねないんですよ。やっぱりそういう遊びはなんかいいですよね、うん、あのトラディショナルならこういうのは怒らないですあんまり。うーんなるほど。へえ専門的ですね。いやーもう深いですからねギターとかね、歴史がね。じゃあこのピックアップは3つ変えたりすると、例えばそのちょっと低音を強めに出したいんだとか、そういうふうにいろいろ、あ、いろいろできますね、変える、うん、結局もうここがもうマイクっていう心臓部みたいなものなんで、うん、ここ変えたらもう全然もうここで音決めてる、音決まってる。エレキギター、エレキギターでもやっぱりこの一つ一つの木とかを関係してくるんですよね。あ、もちろん関係してくる、鳴り、はい、鳴りが変わると。はい、ただ一番大きな音が変わる要因としてはもう、こうで、ね、エレキだからね、はい、そうそうそう、このマイク、マイクが弦がこの金属の弦が振動して、それをこのあのピックアップが受け取って電気信号解凍と解凍で変えてるっていうことね。なのでまあここでもまあ声っていうか声帯みたいな感じだからマイク、人間で言うと、人間で言うと、そこをだからコイアファンクでは作ってるってことなんですよね。そうそう、自分たちでもう製造してる、めちゃめちゃこだわって作ってる。そう、天元がもう研究して、なるほど、はい、いろんなような。今回オーダーするこの感じだったらやっぱりちょっとこっちとしてはロックをやるつもりのギターにしたい。あ、だからロックっつっても、だからそのなんだろうな、やっぱ70年代80年代の、はい、なんかこう70年代80年代、うん、ディープバーブルとか、あれ70年代でしょ、はい、80年代前半ブラックモア的な、ブラックモア的な、ああいう感じの音とかいいんじゃないですか、地味編とか。違う、全然違う。いやいやいや、全然違う。いやいや、でも地編とブラックモアはだから近いんで、ね、大丈夫大丈夫。まあ、あとはね、例えばガードとかね、うん、まあ変えるんだから、ガードとか変えても面白いと思いますよ。あ、これを、はい、この白い部分を、これ、あ、色を変える、色を変えたりとか。いや、変えちゃいましょうよ変えちゃいましょうよ別に俺変えなくてもいいよ変えなくていいんだ、いや、変えたいんだったら変えていいと思うんですけど、ね、まあ、なんかその、まあなんかいろんなやつに変えられると思いますよ。黒にしたりとか、黒にしたりとか、はい、黒にすると70年代感出るよね。まあ、そうだね、はい、お好みで、まあ、何でもできるんで、はい、それは後からもできる。あ、全然できます。まあ、とにかくやっぱ音が細いんで、これは使いづらいと思うんで、まあ、ピックアップだけは変えて。じゃあ、このギターに関しては、ピックアップをそうですね、いじって、はい、どうじゃこの音と。そうですね。いや、めちゃめちゃ良くなると思いますね。うん、お、楽しみだね。だってもう弱点、まあ唯一の弱点をなんかベストなものに変えるってことだからね昔ね、フェンダーに製図よこせって言ったんだもんね。そう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 、フェンダーを、まあパクってるっていうか、模写してるわけですよ。うんうん、で、模写があまりにも東海さんがね、はい、フェンダーを、うん、あんまりにもすごすぎて、本家がその製図をあのうちにも使わせてくれって言って、本家が、うん、え、どういうこと？要するにやっぱりこれ作るのにやっぱり製図が必要なんですよ。はいはい。で、東海はフェンダーのヴィンテージとかをヴィンテージコピーしてるから、コピーしてるんですよ、うんうんうん、で、ただそういう細かいのって日本人がやっぱり得意じゃないですか、うん、ただすごく緻密に作ってて、はい、ああなるほど。で、それで本家のフェンダーがうちもヴィンテージやり直したいから、ちょっとお前のところの製図よこせよっていえ、すごい、あ、うちの製図よりお前らの製図の方がよりもう俺ら作りやすいから多分くれるみたいな。そうだ、ね、正確さが多分すごかったんじゃないですか、やっぱね。すごいっすね、東海。だからそれがやっぱり今のその海外の東海人気につながってくるんだと思いますよ。なんかあらゆる産業で日本人ってそういうとこありますよね。そうそうそう、オリジナルをどっかから持ってきてそれよりすごいものにしちゃう。あ、まあラーメンとかもそうだ、ね、そうそう、なんでもそうだよ。あとやっぱり木がやっぱり当時今よりも全然木がやっぱりいいんですよね。いいいいっていうか、まあ、今は逆になくなってきちゃってるんで。あ、なくなってきちゃってるから取り合いなのかな。で、取り合いとかもうない、うん、だからもうこう値段が上がる一方なんですよ。ああ、そういうこと。だから今のギター業界でいうと木の値段を抑えられないから
こういう伝送部品とかすごい約束するっていうか。あ、そうなんだ、すごい。そんなレベルまで気がないですよね。ない。もうこれはすごいやっぱりいいですよね、うんうん。それにやっぱり木って時間をかけてこう乾燥していくっていうか、こう なるようになっていくから、時間が必要なわけでしょ、木も。まあ話早いですよね、もう。誰かが死んでるからね。そう。し、もうある程度こう、ね、もう四季を何回も経験してるから、これ以上動くこともあんまないと思うんですよね、ネックが反るとかっていうこともあんまりないですよね、多分。そう、だからあの楽器に携わってない人とかって全くそんなことを考えたこともないと思うし、よくほら、ね、言葉だけが一人歩きするじゃないですか、楽器は生き物とか、でもそんなの普通の聞いたって何の話してんだみたいな、うん、でも要はこの木も生き物だからいろんな環境で何年もこうやってきて馴染んでいって、こう生き物のようにこう馴染んでいくって、そういう意味合いってことですよね、はい、そうです、うん、だからもう絶好のギターがちょうどあったって感じだよね。そう、なんか、うん、なんか売るつもりじゃなかったやつなんだよね。ああ、なるほどね。うん、まだ、そう、あ、これだったらまあ譲ってもいいっすみたいな。そこから出てきたみたいなやつ、これ。蔵らしい。蔵らしい。え、じゃあもう、このギターは、その、例えば、小屋ファンクさんのチャンネルを見ている視聴者の方とか見ても、欲しいって。もういいじゃん。いや、いいギターだよって言うやつ。言うやつ。言うやつです。お、じゃあ、どうすか、ギター始めた半年で俺がこれ持つ。いや、なんとか。大丈夫何個か東海のギターにピックアップのけたっていうのがやっぱすぐ売れちゃって。あ、そう、はい、うん、大丈夫ですか、僕ネタバレないかな。あのピックアップがなんかこうおかげさまですごいなんか回転がいいんですよね、よく売れてて、要はコーヤファンクが製造したオリジナルのそうそうピックアップが大人気と、はい、ですごいじゃん、もう常にマキマキしてる状態で、そう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 マキマキしてるんだ。ピックアップだけ注文すると時間結構かかりますよっていう状態で持ってるのがポン出ちゃうとみんながポンみたいな。じゃあこれはこんな感じ。ギターはじゃあこれで。ギターはそれで。これでいきますね。最高かっこいい。実は20年ぐらい前、18年ぐらい前に僕ベースやってたんですよ。おバンドやってて。やってそう。その時にベースやってた時に一番最初に初めて買ったのは本当にこういうベースだったんですよ。フェンダージャパンのこういうサンバースト。ジャズペカプレベ。あ、プレベって言ってましたっけ。プレベ。プレベ。でもやっぱりベースやってた人間が18年間全く楽器弾いてなくって半年前にギターを始めるとやっぱり楽器やってたんですよねって言われてもちょっとわかりますよね。全然だって違うよ、4本から6本の方に行くのって結構違う。ギターからでベースに行くのは結構あれだけど、あと僕ベースの時は指でやってたから、はいはい、ピッキングのスキルがない。ああ、それもよく聞く。指はいけるけど指でやってる。でちょっと一つ言っていい、18年間弾いてないんだ。そもそも弾いてない。そういう問題じゃないから。さあ、そしてさ、はい、さあ次はエフェクターですか。おで、白羽では当たったのが、はい、やっぱりこちらです。はい、ゴールデンバルブ。ゴールデンバルブ、古いロックやるならこれです。まあそうですね、はい、これも作ったの。そう、これ作ってます。あ、違う、あれだ。これが一番多分一番うちでは人気がある。人気がある、はい、あ、じゃあコーリーはファンクさんが作ったゴールデンバルブというエフェクターの名前の品物。そうです、そうです。ああ、すごい。クリーミアもこれだ。はい、今アンプがクリーンになってて、クリーンになってて、これをじゃあオンにフラットでいいですか。はい、はい、オンにします。ドン。そう、こういうちょっと少しフルっぽい感じ、はいはい、そうですね、が欲しいわけです、うん、まあでもあれかな。それミスター、ソロを取らないんだったらまあソロを弾きたくなったらこれ。俺が弾いた時点でソロだから。右手が動いた瞬間にもうソロだから。存在がね。そう。まあ、まあ世に言うブースターってやつですね。ああ、そのソロのパートが来た時に音をポーンって踏んだらプッシュしてくれるやつで、これもよく売れてます。はい、それはメカニズム的には本当はこれ音とかガーンって上げたりするとハウったりとかなんかおかしくなるじゃないですか、音がこう。ああ、それがちょうどよくなります。これはそういうのも計算してやってる機械なのかな。そうそうそう、はい、ちょうどいいそのリードに
リードっていうかソロリードギターにいい音域と歪み感と弾きやすさがこうあーなるほど。じゃあ他のアンサンブルもそんなに邪魔しないでそこだけこう綺麗に立つようにブーストしてくれるっていう。そう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 。でこれがこれと相性がいいっていう、まあこれ用に作ったみたいなのがあるんですよね。そう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 。俺がライブの時に、うん、来たやっぱこのいいやつ作んないかな。うん。聞いてみますか。いや聞いてみましょう。聞いてみたところで他の聞いたことないから差が分かんないですけど。そうそう。使うのかって使うの。そう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 。なんかね、このエフェクターもさ、こう一つ一つがこう手作りのこのなんかレトロ感があってまたかっこいいんですよ。かっこいいのよ。まあ手作りですからね、完全に。まあ例えば最初こっちで。でソロだってなった時にこれ踏んでもらう。ああソロだ。はい、ソロ終わった。はい、なるほど。歌歌歌やってますよみたいな。ああ、こういうこと。はい。で、ソロ入ると。ソロ入ると。はい。ということですね。まあギタリストはもうかなりこだわる人多いですよね。かなりソロ弾きたいですからね。やっぱり、うん。やっぱりその自分が持ってるエフェクターと。いい感じで出してくれるブースターが欲しいっていうことでプロの人をこだわってるってこともうありますし、まあ、あとはその一般層でも一般ユーザーでももうブースターみんな探してるというか、ね、確かにあのギターソロ入る前にギターの人でちょっとあのマイクの下にちょこんっていってこっちってやってるもんね。あれね、あれね、あれね、気合い入れるんですよあれね。でギタリストとかってまず歪みにこだわりがあって、うん、自分の理想の歪みがあってじゃあそれをソロ弾くときに相性がいいブースターって探してるんですよね、うん、たくさんお買い上げをされてもう完璧ですね、うん、完全にギタリストですね、うん、でもまともに買ったらすごい高いんじゃない。あ結構安くしてくれてるんだもん。はい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 、はい、だから言ったんだもん、はい、なんでそんな安く売るの。あ今どんな商売もそうだけど、はい、もうなんかさ、はい、デフレが続きすぎて、はいはいはい、もう何十年間もさ、そうですね。なんかこうなるべく安くていいものを提供しなきゃいけないみたいなわけのわかんないトラップにかかってさ、うん、だから消費者の方も、はい、安くて当たり前みたいなことって、ああ確かにそうですね。じゃあ買うなよって話だよね。はい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 。そう。要はなんか贅沢すぎるよみんな。ああまあそうですね。金がねえなら買うなだし、はいはいはい、買える人は買えばいいし、うん、そこをなんか全部いいもので安くしろみたいな、はいはいはい、それ以外のものは全部ダメみたいな、あそういう風潮があるよね。いやそうですね、それはそうなっちゃってますね。そうなるとさ、ね、ああいう商売やってる人ってさ、はい、本当にこう薄利多売ですごい大変な思いするわけじゃん。確かに確かに。逆にだからさ、3万円しっかり払うから、はい、本当は2万円にしてほしいんだけど、はいはいはい、しっかりしたの作ってね、うん、そういう心意気のなんかお金の使い方、はいはいはい、する人が一人でも増えるとなんか殺伐としない。確かにそうっすね。でない人はしょうがないじゃん、うんうんうん、それはだって俺にもどうにもできないし、うんうんうん、でもお金があっても買えたとしても、はい、そういう精神で、はいはいはい、なるべく自分が得するように得するようにって動く人のが増えてる気するの、はいはい、俺だけど、うん、いや絶対そうっすね。増えてるよね。増えてますね。なんかそれが結局世の中を絶対ダメにしてんだろうな、うん、その気持ちが、はい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 、確かに。こんなに吠えるんだわ。怒るぞこれ。あ、そうだね。芝犬だから。はい。番犬だから。すごい怒る。でも猛犬に注意って書いてある。全然でしたね。いや前すごい吠えてきたんだよ。俺のこと覚えたの。俺のこと仲間だと思う。なるほどなるほど。いやでも今日はギターの勉強になったよ。ああ。すごいですね。あんな感じで、ね、作っていくんですね。作ったり修理したり。すごいよ。本当人気あるんだからあんちゃん。見ました見ましたよ。だからさ、はい、登録者が1万人ぐらいなのに、はいはい、再生回数とか、うん、要はユニークがすごいチャンネルなんだろうね、はい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 、ちゃんとしたファンがしっかりついててしっかり見てくれるんだよ。確かに確かに。そういうチャンネルってすごい作るの難しいからね。そうですね。2人のナチュラルな感じがいいんでしょうね。そう
あとやっぱりちゃんと専門的に喋れるからじゃない、はい。チャンネル登録よろしくお願いします。